皆さんどうもこんにちは、こんばんは。ひらぎみゅうです。今回はですね、ショットガンたまには使ってくれよみたいなコメントが前届いていたような気がしたので、今回はショットガン使っていこうと思います。連射ショットガンでもいいかなと思ったんですけど、アルガスですね、やっぱりね。俺好きなのはかっこいいっすよね、見た目が。もうめっちゃ久々に使うんですけど、大丈夫かな。まあ風邪気味なんですけど、そこを押しながらね、うまく戦っていきたいところでありますが、うまい。あー、風邪が治んない。昨日のブラックオプスの動画撮ってね、その時も十分風邪気味だったんですけれども、うますぎる、うますぎだろ。俺声がガラガラすぎ、助けてよ。はい、いいっすね。練習ショットガンには負けませんよ。どこに行ったの、なんか今、あ、さ、ここで待とうかな。はい、ガンマチピーポー、はい、ガンマチピーポー、そしてお前もピーポー。What's up Japanese people、 ノードがやばい。UAV、あ、後ろで湧いてる。大丈夫かな俺。中に入っていく、正面倒していく、からこいつ倒して、お前もゲッチュー。気持ちよすぎぞこれ、気持ちよすぎぞ。ありますよ。あ、いない、いなくなってる。外行ったな。じゃあこっちから回っていこうかな。あれ？いないぞ。こっちだな。ブーストも聞こえたし。Hey! What's up Japanese people! 楽しい。コールオブデューティー楽しいっすね。ピッポッパということでね。ワンキールからの、パワー！ダメみたいですね。俺死んでんじゃんこれ、最悪、ほんまに最悪。13キル1ですとかやばいな、ほんと。楽しい、これを見てて楽しいよ。さあ、でも立ち回り考えないとアルガス勝てませんからね。危なかったね。よし、いた。 What's up Japanese people、 一発足したけどなんとかなる people、 いいぞピーポー、ピーポー、ピーポー、救急車ピーポー、ピーポー、楽しい。もうやべえな、アルガス強くね。紙吹きなんですけども、いやー、いいっすね、気持ちいいっすよ。もうね、これやばい、この向きやばい、はまる。はい、しょ、あ、嘘、わー、相手ショットガンか、あれに負けるのは良くないね。ナイス、さっきまで連射ショットガンピーポーしてた人がもう武器変えてるからな。できるだけ近づかないで戦いたいんだろうな。ピーポー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 、うわー、気づかなかったって聞いたの。もったいねえぜ。今アルガス使うとあの BO2 の KSG を思い出しますよね。まあ根本が違うんですけど。いたな。よっしゃい、気持ちよすぎ。 KSG はスラグ弾だから腰舐めだと全然当たらんよっていうだけだけどさ。ピーポー、後ろ見て、後ろピーポーからの隠れながらピーポー、うわー。やべ、風がマジでやばいんですよ、本当に。ごめんね、なんか。あ、今ブーストも聞こえたかった。おるねんな、分かってんで、さすがに分かるぜ。いるな。はい、うまい。俺すごくね、 KSG じゃなかったアルガス。
アルガスはね、あの三段がまとまるのがすごい、まとまりがなんかすごいギュッとまとまるんで、こうスラグ弾みたいな威力を発揮するんですけど、こうやって腰ダメで打つとただの三段になるんで、そこが KSG との大きな違いですよね。 KSG は一発なんで、腰ダメだと本当当たんないんですよね、あいつね。いるんじゃない？いますね。うわー、くそー。あ、今下打ちしたよ、あいつ。下打ちしなかった。ふーん、殺されてえのか。危ない、スナイパーマンいる。スナイパーマン、俺です。ハンドガン持ちやつ。俺のスナイパー、俺もスナイパーだからな、この武器はな。でもや、スナイパーといっても過言ではあるまい、この距離。へえ、聞いてるかい。元気に言えてやがるよ。ありがて。ね、バレバレでやんす、バレバレでやんすよ。よいしょ。 What's up Japanese people? What's up Japanese people? って聞くとマキシマムザホルモン思い出します。 What's up people? What's up people? What's up people? って歌なんですけども、デスノートのアニメの2期オープニングに使われたっていうね、神曲ですけれども。 What's up Japanese people? People people people! いやー、アルガス強い、アルガス強い、速い、速さを極めし者レブさん、速い、すごいね。一歩先を行く、そうだよ。このサングラスの色がなんかクンさんがプレゼントで出したサングラスの色みたいにしてるね、青色みたいなね。全く関係ねえんだけどさ。はい、29キル9デスでしたね。素晴らしいですね。なんか久々に使った割にはポンポン当てられて気持ちよかったな。素晴らしい。でまあ一応今回のクラス紹介じゃないけどカスタム紹介しようかな。普段とあんまり変わんないけどね、長くね。まあ、一応今回はね、アルガスに、ロンバレとクイックドローをつけましたね。でリフレックスつけて、まあそれリフレックスないと覗けないんで、もうザコなんで。あとセムテとアフターバーラーと、技とブラストサプレッサーとデッドサイレンスですね。やっぱこれが安牌ですよ、本当に。大体俺のカスタム全部そうなってますからね。いやー、アルガスよかったな。なんだっけな、誰だお前、お前誰だ、抜けよ。あのボドカさんがショットガン使ってましたけども、バン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 ってショットガンね、どっちだったかな、ハイメーカーじゃなくてこっちだった気がする。この205ブレッシー、うん、これ使ってたような気がするんですけど、これも強いですけど、やっぱりねアルガスも強いね。皆さんアルガスのこと忘れないであげてください。 KRM 使ってる人いっぱいいますけど、アルガスも忘れないでください。戦乱神楽ピーチビーチスプラッシュインストールしました。ということで、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。ではまた戦場で。